お世話になっております。日本の人口増加を目指す男藤江です。お騒がせしましたけれども、結果が出ましたのでお伝えさせていただきます。厚生労働大臣の記者会見これまで過去十回参加させていただきました。あところが今週の火曜日ですね。行くつもりでいたんですけれども、もう前日月曜日にね参加したいというふうにね、まあ、毎回毎回許可を得て参加しているんですが。が 前日の月曜日に参加したいとね、まあ、申し出したところですね、えー、ちょっと待ってくださいって感じで、えー、まあ私も含めてですね、私も含めて、えー、記者クラブに所属しない、まあ、私で言うとね、まあ、フリーの記者という立場、記者クラブに所属しない記者は、えー、参加資格があるのかどうかね、まあ、もう一回ちょっとちゃんと見直した方がいいんじゃないかという話になっているということでして、で私、それであればということで、まあ、火曜日は参加せずにですね、 あの記者クラブに取材の実績発信の実績をまとめてですね、まあ、書面で提出してあって、えーでえー、先ほどねあのその後どうでしょうかと、まあ、結果どうなりましたかとだって明日ですね金曜日なのでまた厚生労働大臣の記者会見ある日なんですよ、はい、明日できればね行きたいと思ってたんで確認しましたら、えー、審査のまあ、ね、結果ですね、えー、参加資格ありと。 いうことで、えー、ご連絡いただきましたので、はい、明日た、えー、また厚生労働大臣記者会見に行っていきたいと思います。ね、とりあえず、えー、参加資格ありということで、えー、まあほっとしてるというようなと、ねえー、こでしょうかね、はいまあ、お騒がせしましたけどもね、えーまあ、いろいろな皆さんの中でね思惑も,もあるんじゃないかというような想像もあったかもしれませんけど、はいまあ、無事とりあえずはですねあの参加できるということになりましたので。 明日行、はい、っててままたた質問をさせていただきますで例によってね私の一つのねやり方として、えー、記者会見のね最初から最後まで、ね、自分のところだけじゃなくて、ね、最初から最後までね記録に残して、えー、ビデオに撮って、えー、皆さんに流すということもねやっていきますし、えー、そして、えー、自分のところをね、ま、だあの補足するような、ね、説明もできればいいなと思ってますけれども、えー、ちょっと明日はですね、えー まあいつもそうかもしれませんけど、ちょっと YouTube でね、解説するのが難しいような内容の質問をしようと思ってます。はい。えー、これまでね、ちょっとね、動画で2本出してきたんですけれども、佐賀県の多良町でえ2人認定されているという、ちょっと確率的におかしいんですね。小さな町で、人口8000人の町でね、2人認定ってこれでおかしいんですよ。ちょっとそれをね大臣に 大臣はどう思う思のか聞いてみたいいいと思いますはい、どうなるでしょうかねちょっと先が見えないような質問新しい切り口の質問ですけれどもやってみたいと思いますそれではまた明日大臣に直接質問をしているその映像でですねこの結果の報告とさせていただきたいと思います以上藤井でしたごきげんよう体に気をつけてまた会いましょうお騒がせしました